はいどうもお疲れ様です今日は1月5日になりまして朝6時の相場解説ですまあデイリーの方から見ていきたいと思いますけどもまあトレンドはねずっと下の方に向かったままですねこれは変わりませんでどんどん落ちていき戻り売りを作りながらこういったわけですけども結局昨日はねこちらを突き破って下に行ったんですけどももう一回上の方に湧き上がってきましたねこれもだから NG を変えて下に行くというふうに現時点では考えることができます現時点ではねもしかしたら 違う展開が来るかももしれませんけどもその場合はね、えー、こちらの3つの科学体がまた私たちの道しるべになると思いますじゃあ4時間を見ていきます今回は FX オリアルヒと即果軸限定動画共通になりますけどもさあセカンダリートレンドがここにありましてそれが終わってトレンドの方向に戻ったでもここに来てねまた新しい展開テクニカル的にはこっちの方に向かうのには 確確率率は少少なないいいだろうというとの少ない方が来ましたしかもものすごい勢いで伸びていきましたね上の方に向かっていったわけですよで今後これがですねギザギザしながら下に向かうことも考えられますがボラティリティを小さくしながら横向きに収束していってブレイクの形を取ることも考えられます このメカニズムはもう今まで散々やったんでご理解いただけるんではなかろうかと思いますこういうふうなねあのテクニカルでは今まで起きたことをまあ想起しながら次の展開をお、まあ、考えていくというよりも正確に言うと選択していくってことですよねこれ今私が考えてるわけじゃなくて今までの例から起きた確率を順に当てはめてるだけなんではっきり言って私の頭を使ってるわけではないんですよつまりそういう意味で言うと思考停止なんですよねだから思考停止できるほど ケーススタディをやってま例かと過去例を見てますかっていう、まあのは私の場合は6年間7年間の蓄積がありますのでより色濃いものになってるわけですけども通常は振り返ってチャートを見ることってのはしませんのでテクニカルを学ぶってことに対してこれはもうね過去の例題が集約した公式になってますんでだからテクニカルをしっかりと覚えていって。 チャートを見た瞬間にテクニカルの可能性の高いものから順番に並べるようにね第1仮説第2仮説第3仮説というふうに第3仮説ぐらいまで立てられるといいんじゃないかなと思いますで最後に1時間軸を見ていきますけどもやっぱりねこれですよね V の字に気づけたところが確率は少ないけども上に向かうんじゃないかなっていうところの備えができたってことなんですよじゃあ備えは何かっていうとこちらの ヒゲ先に気づけたかってことなんですよ。横に引っ張ると、ここがネックラインになりますから、ここを超えて上昇するようだったら、倍で入ればいいんじゃないってことになるでしょテクニカルでしょまさに。まさにテクニカル。ただし、じゃあこれが、私が個人的にエントリーできたかっていうと、エントリーできてません。寝てました。<laughs> ですんで、あのー、はっきり言ってね、ずっと起きてずっとチャートを見ていると、有利なことは有利なんですよ。 でも、はっきり言って、生活がありますんでね、暮らしがありますので、寝るでしょう。で、一応予約決済は私かけない方、えー、なんで、かけてないんですよ、全然。予約決済をかけるんだったらね、この辺で、うまい感じで、倍をかけとけばいいんですけども、基本的に私しませんので、寝てる間に起きたことはしょうがないと思って諦めることにしてます。ただし、寝てる間に起きたことを込みで、次の展開を考えていくわけですから、 そういういにね未来に資産を残せるっていう意味で寝て儲け損なかったからといって損をしたっていう気持ちになりませんで将来必ずこれを利益で取れますからねあと利益決済をする方向ならいいんですけども予約のねデメリットとしては寝てる間にロスを食らってるってこともありえるんですよ、まあ、ですんでね私はあの自分のこの起きてる間っていうかチャートを見てる間に起きたことが全てだなと思ってます 見てない間に起きたことはもうそれは割り切ってねそれはあの運がなかったら仕方がないんじゃないかなというふうに思うことにしてますただし考え方ってのはどんな瞬間も切り取れるんで今回こういったねネックラインの考え方もうお分かりでしょうんこれさえ拾えていけばたまたまこの瞬間に立ち会えたらあの勇気を持ってエントリーできるわけじゃないですかもうそれで十分なんですよそういうふうにエントリーの根拠をどんなチャートからも 2つ3つ抜き出せるようになったらそれはもうね資産が増えていくだけの流れ作れましたんでそれで OK だなと思うことになっておりますそれがテクニカルを身につけるってことなんですよで今日明日あの利益を取ったから取らなかったからどうこうってことじゃないそんな小さな話じゃないんですよ利益を取るような思考方法が身につけばあとはチャートを見る回数を増やせればああの自分の資産が増える可能性がどんどん増えるってだけですからね本当にそうなるともう特に 思考停止で OK ってことです。だから思考停止になるほど、まずはあテクニカルを身につけるためにアウトプットを怠らないことじゃないかなと思います。ね。今年はね、アウトプットを少しでもやれるようにやっていきましょう。別に私に報告する必要はないですから。ただ、半年とか一年経った時にアウトプットの記録が自分のね、ノートとか、それからブログとか、 YouTube 上に残っていなければ、それはね、私はね、何もやってなかったって反省した方がいいぐらい、本当に頭の中に残りませんよ、うん。頭の中に残る人はいいんですよ。それで実績出せる人は。でも、3ヶ月半年やってもなかなか勝てないなとかね、エントリーポイントは分かってるんだけども、ロットが注入できないな、デモから離れられないなって方は、一重に記録を怠ってるってことだと思います。私は7年間、こうやって YouTube で記録を残してます。 何よりものアウトプットだと思います。しかもそれを他の人にもの見ていただけるような形でやってますんでね。自分一人のアウトプットではないってことになるんですよ。はい。ということで今回は以上でございます。ちょっとだけ精神論を申し上げましたけども、大切なことなんで話させてもらいました。